ダルビッシュ、今永翔太、山本由伸の日本人3投手、いい感じに刺激し合っている。メジャーリーグで3人の日本人投手が2登板連続で同じ日の試合で躍動した。前回9、11、登板では山本由伸4回8計1失点、自責点0、ダルビッシュ有5回5計2失点、勝ち。今永翔太7回4計3失点、勝ち。今回9、17、登板では山本由伸4回3計0失点、ダルビッシュ有6回3計0失点、勝ち。今永翔太6回11計2失点、勝ち。全員をやりすぎとる。こいつら連絡取り合ってるんじゃね。山本が5回まで投げれたら3人に勝ちついてただろう。まあまだ球数制限あるからしゃあない。今永次で15勝やな。ダルの1年目は16勝や。さすがに厳しいだろうな。ダルは難しいシーズンだっただろうに、この時期にアストロズ打線を6回0負できるほど調子を整えてきてるのさすがとした言いようがない。コンテンダーの先発の勘。ダルビッシュは6イニング3安打無失点の好投で今季6勝目、野茂英雄の201勝を超える日米通算202勝とし、日米通算勝利数歴第1、203勝の黒田博樹にあと1勝と肉薄。今永は日米通じて自己最多となる14勝目を挙げるとともに、メジャー自己最多の11奪三振の快投でメジャー1年目で規定投球回に到達。山本由伸は4イニング72球を投げて4安打無失点で、ポストシーズンに向けてチームに希望をもたらす好投となった。ダルの野茂超え、今永の今永超え、3人とも普通にメジャーの強豪でエースになってるやん。どんなにいいピッチャーが移籍してきてもパドレスの先発1番手はダルしかいない。ちょっと見てたけどダルはマジで配球が上手すぎる。ドジャース戦で登板ないことをマジで願う笑い。ドジャース戦投げるかな。やっぱり超一流はこの時期に調子を合わせてくるんやなって。ずっと調子を保った今永は首脳陣からしたら超嬉しかっただろうな。ドジャースはもうポストシーズンは山本頼みだな。相手エースに山本ぶつけるしか勝ち筋がない。管理人のつぶやき。メジャーのポストシーズンではダルビッシュ投手は去年も悔しい思いをしているので雪辱晴らしてほしいですね。山本投手も日本時代のポストシーズンで本音を発揮できなかったので、ここで大活躍してほしいです。今永投手はちょっとポストシーズン進出は厳しい状況ですが、きっちりローテ守って規定投球回を達成してくれれば12分です。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。